走れバイプレイヤーズ番外編として、凱旋門賞に今年出走予定のクリンチャーの、前川助手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。もう宮本厩舎は、はい、もうこのトースポ動画はですね、はい、ほぼもうレギュラーのように可愛がっていただいてるんですけれども、はい、先生はどうおっしゃったんですか今日。今日はねちょっとフランスに、はい、あ、はい、もうすでにです。はい、そうです。まだクリンチャーいますよね。クリンチャーは明日一応出発予定なんで、うん、先に入ってフランスの状態を見てくるということで。なるほど、はい、なかなか先入りしてる調教師はこれまでもそうです、ね、いないですよね、はい、やる気みなぎってますね。そうですね。まあめったにないことなんで、はい、挑戦するってことはね、まあそれで気合入るってことはいいことやと思うんで、うん、ちなみにクリンチャーと一緒に前川さんも。いや僕は行かないです。一回も行かない。はい、行かないです。あ、こっちに残ります。こっちに残って、はい、言ったってね、こっちが本城ですからね。はい、はい、さあ、そしてそのクリンチャーなんですが、はい、今日、はい、追い切りというか。そうですね、はい、予定通り今日は輸送も控えてたんで、うん、そんな無理させずに、まあ、リラックスした状態で走れてたんで、いい感触つかんでたみたいなんで、向こうついてね、もう少し強い追い切りしたら、うん、調子は整うんじゃないかなとは思います。どうですか、気象的にその長距離輸送的なものは。まあ今までその東京だったり中山だったりもこなしてきたんで、うん、まあ海外なんでこればっかりはちょっとやってみないとわからないですけど、うん、まあ堂々としてる馬なんでそこは超えてくれるかなとは思います。話に聞くところによると、はい、馬運車よりも飛行機の方が馬には負担かからないっていう方もおられますもんね。そうですね、聞いてたらそうみたいですね、うん、やっぱりブレーキかからないから。そうですね、やっぱり見たことないですけど、うん、広い馬車はやっぱり狭いんで、はいはい、それでよく曲がったりするんで、うん、それはないですもんね。はい、そうですね。右がキーンとするとかはあるんやろね、馬言わへんけどね。どうですかね、キーンとするわーっていうやつね。はい、でも、まあ、そんなんよりやっぱり体の負担こう、ね、はい、ブレーキかかったりなんとかせえへん方が、まあそうですね、多くの人がなんかよバス、あ、バス、馬車よりもずっと、はい、馬には負担がないという方が多いんで、まあ、輸送にじゃあ、ね、強いんやったら、はい、あんまりそこは問題なさそうですね。それと1点ちょっと聞きたいんですが、我々やっぱりなかなか中入れないんで、はい、現役厩舎ってどうなってますの、はい、何か違うんですか、この普通の一般の厩舎。いや、そこまで変わりはないですね。あ、そこはないですか、はい、この厩舎に作りも似てますし、はい、環境自体はこっちとあまり変えないように多分してるとは思うんで、うん、そこまでその気がついたところはないですからね、うん、今回は、同級者の馬と一緒に2頭で入ってると思うんですが、はい、やっぱり2頭になるとちょっと寂しいとかあるんですかね。1頭の方がやっぱ寂しいんで、うん、2頭の方がやっぱり馬落ち着くと思うんで、はい、顔なじみやしね。そうですね、はい、やっぱり顔なじみってあるんやろうね。そうですね、いつも現役入ってからもずっと2頭で調教してたんで、はい、やっぱり最後の今日最後の乗る日やったんですけど、うん、もう2頭仲良く一緒に歩けるぐらいになってたんで。ああ、そうですか、はい、やっぱり馬も分かるんかなと思います、うん、じゃあもうその検疫入ってちょっとこう寂しがったり、はい、少し逆に言うとちょっとなんかとぼけたりっていうようなとこもなく、普段通りのじゃあクリンチャーとして。そうですね、はい、うん、どうでしょう、ちょっとこの一夏の間に成長したようなところは感じたりしますか。やっぱ見た目もしっかりしてきてるし、うん、僕自体は乗ってないですけど、うん、担当者に聞いたら乗り味もやっぱり良くなってるとは言ってたんで、うん、その精神的にもね、体つきにも変わってきてるんかなとは思いますね。じゃあ、まあ豊富といってもまだまだね、はい、先も長いですけれども、じゃあ、はい、国内においてはもう十分、そうですね、万全の状態で海外へ送り出されているということですね、はい、順調に来てます。夢広がりますけれども、はい、まだ何もね海外へ行って分かりませんけれども、ね、はい、だからこそ期待が大きいかと思いますの で、 そ、 です、ね、その期待のほど、ちょっと前川さんの期待のほどをちょっとファンの皆さんにお伝えください、はい、天皇賞を見てもらっても分かると思うんですけど、スタミナもありますし、馬場適正はやってみないと分からないですけど、ジョッキーもスーパージョッキーなんで、しっかり仕上げてもらっていい競馬できるようにするので応援よろしくお願いします。トースポウェブ競馬動画はクリンチャーを応援しています。前川さん、あ、すみません、前川さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。